こんにちは。スタイリストのおいしゅんです。今回のテーマなんですけども、 こちらにあります、ニューバランスについてお話をしたいなと思ってるんですが、ニューバランスがおしゃれな人に愛される3つの理由について、僕りにですね、皆さんに解説をしてみたいなというふうに思ってます。まあ、最近はですね、結構ニューバランスがブームと呼ばれていまして、まあ、僕自身もですね、結構最近は好きで、いろんなものをこの1年間に買い揃えたわけなんですね。まあ、ニューバランスとというのののははですね前々からあっってて一部のおしゃれ好きの方にとっては定番的 なかなかですね一般の方々の感覚とおしゃれが好きな人の感覚がずれているアイテムだなというふうに思うんですね。というのもニューバランスって結構2つに意見が分かれると思っていまして一方ではダサいというイメージが強くてなんか垢抜けないなとかあとはおじさんが履いてそうだなというイメージを持っている方が少なくないかなと思うんですね。 一方で雑誌を見れば結構ニューバランスの特集が組まれていたりだとかお店に行ってもですねセレクトショップなんかではニューバランスの取り扱いが必ずと言っていいほどあるかなと思いますしおしゃれな店員さんなんかを見ていてもですねニューバランスの着用率ってすごく高かったりするんですねですのでここに分担があるのかなと思ってましてこのあたりもですねなぜなのかというところも含めて丁寧に今日は解説をしてみたいなというふうに思っています まあ僕自身もですね、ニューバランスはですね、ずっと嫌いだったんですね。特に10代から20代前半までは、 ニューバランスの魅力が全くわからなくて、とは言ってもですね、雑誌を見ると、特にビ e ンという雑誌ではニューバランスを激推ししていまして、なんだろうな、どこがかっこいいのかなと全然わからなかったんですね。まあ、ダサいと思う理由について、まあ、具体的にお伝えしますと、まずはですね、まあ、実物を見ながらお伝えするのもなんなんですが、この N のロゴですね。 これがね、どうもしっくり来なかったわけですね。まあ、モデルによって、この N のサイズって変わってくるんですが、もっと大きく N が乗ってるようなものもたくさんありまして、それがね、どうも暮ったいなというふうに思っていたんですね。あとは、ニューバランスのイメージというものがありまして、これは後でお伝えしたいなと思うんですが、ニューバランスって価格がですね、結構ピンからキリまであって、安いものだと1万円未満で買えるものも多かったりするんですね。その結果、結構ですね、 おじさん、おばさんが、ウォーキング用にニューバランスのシューズを履いていることも少なくないんですね。靴の量販店に行くと、結構安いニューバランスの靴が簡単に手に入るので、その結果、ニューバランスの靴イコール、おじさんっぽいなというようなイメージがですね、付きまとうので、僕もあんまり好きではなかったんですね。あともう一つですね、決定的なポイントなんですけども、もうこれ言ったらですね、元も子もないんですけども、まあ、デザインですよね。 まあデザインがですね、まあ、先ほどもお伝えした通り、N のロゴが大きくついていたりだとか、あまりシャープではないですよね。丸みを帯びていて、いわゆる一般的なランニングシューズのイメージが強いので、これを見て、なんかかっこいいとはあんまり思わないですよね。こんなこと言ったらニューバランスのファンの方に申し訳ないんですが、まあ、これは比較をすればわかるかなと思うんですが、例えば苗木だとか、 アディダスだとか、こういったものっていうのは、もうちょっとわかりやすくかっこよさというものが表現されてるかなと思うんですね。一方で、ニューバランスの靴というのは、モデルが違えば、やっぱり雰囲気は変わりますけども、それでも一般的な認知としては、どれも対してデザインは変わらないですよね。オーソドックスなランニングシューズ感っていうところが抜けないので、そこがですね、一般的にはあまりおしゃれに見えないポイントかなと思いますし、かつての僕もですね、苦手としているようなポイントだったのかなというふうに思っています。 ただそうは言ってもですね食わず嫌いは良くないなと思って20代の中盤頃からですね僕はニューバランスをどうにか攻略したいなということでまず1足目に買ったのがニューバランスの997というモデルだったんですねこれもですね正直パッと見はですねおじさん靴にしか見えなくてどこがいいのかわからないんですけどもまずは試着をしてみてまあよくわかんないけどもとりあえず買ってみようということで購入をしたわけなんですね それ以来ですね、僕はニューバランスにハマってしまったわけなんですが、正直ですね、ニューバランスの良さっていうのは、パッと見ではなかなかわかりづらいんですよね。でも多くの方に愛される理由というのは、僕は3つあると思ってまして、このあたりについて1つずつ解説をしてみたいなと思ってるんですが、まず1つ目の魅力といいますか、愛される理由というのはですね、このニューバランスの持っている ダサかっこよさだと思ってるんですね。まあ、先ほども触れましたが、パッと見はですね、おじさんが履いてそうなランニングシューズに見えるんですけども、でもですね、履いてると、このですね、クラシックな見た目というのが、だん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 、なんかいいんじゃないのかなというふうに思わされていくというような、このですね、深さというか、ダサかっこよさが理解できたときに、一気に世界観が広がるような感覚、ここがですね、ニューバランスの魅力なのかなというふうに思っています。 いまあ先ほどもお伝えしましたが苗木だとかアディラスだとかそのあたりのモデルに関してはですね結構デザインがシンプルだったり分かりやすかったりするわけなのでそういった意味ではですね理解しやすかったりするんですがこのニューバランスというのはパッと見がダサいんですねでも履いてるとベーシックでなんかこのスタイルがしっくりくるなという形でどんどん馴染んでいくんですね ここがですね、ニューバランスの魅力だと思うんですね。まあこのあたりはですね、もうちょっとわかりやすく表現したいので、いつもの通りですね、こういった冒頭に書いてきたわけなんですけども、まあ今回の図をちょっと解説しますと、まずは価格帯について縦軸で表現してるんですね。 え、上はもちろん高いもので、下が安いものという形になっていまして、で、今度は横軸見ていただきたいんですけども、えっと、左の方を見ていただくと、ベーシックと書いてありまして、右の方を見てもらうと、トレンドという形で表現をしてあります。まあ、この図を見ていただくと、ニューバランスの立ち位置が分かりやすいかなと思ってるんですが、まあ、僕の中でニューバランスはどこに位置づけするのかと言いますと、まずはですね、ベーシックかトレンドかで言うと、間違いなくですね、デザイン的には、ベーシック寄りなのかなというふうに思っています。 ですので、こちらの左の方に分類させていまして、で、価格帯においては先ほども触れましたが、正直ですね、幅が広いんですね。まあ本当に量販店で安く買えるようなニューバランスのシューズもたくさんありまして、そうすると1万円以下のものになってきます。そういう安いものに関しては、アジア生産のものが多くて、割とですね、量産されているので値段は抑えめなんですが、一方で、ここに書いてありますが、 メイドイン USA とかメイドイン UK と呼ばれるようなモデルに関しては結構高いんですね。 もう2万円台とか、物によっては3万円台になってくるので、正直ですね、今回ご紹介する、まあ、ナエキだとか、アディダスだとか、コンバースに比べても、圧倒的に価格帯は高いかなというふうに思っています。ベーシックなんだけども、高級なラインまでも揃えてるのが、ニューバランスの一つの特徴かなと思ってまして、一方で分かりやすいのが、アディダスのスタン・スミスとか、あとはオールスターみたいなモデルなんですね。まあ、このあたりはですね、特にスタン・スミスは、 僕の動画の中でもよく出てくるんですがデザイン的にはこれまたベーシックですね白系のレザースニーカーになってくるんですが最近のスタンスミスはレザー製からフェイクレザーになってはいるんですけども基本的には白のシンプルなスニーカーという形なのでこの位置に属しているわけなんですが価格もですねそこまで高くない、まあ、平均的な部分なのかなというところでスタンスミスは位置づけをしています そしてオールスターというね、モデル。これもですね、オーソドックスなスニーカーで僕は大好きで、学生時代4年間ですね、ブラックのオールスターをカスタマイズして履きまくっていたんですね。これもデザイン的にはすごくオーソドックスで、価格もですね、結構こなれているのかなというふうに思っています。そしてもう一つですね、苗木のスニーカーというのは、まあデザイン的にはですね、結構ベーシックなものも中にはあるんですね。 僕がよく履いているブレーザーローというのはかなりベーシックなモデルなんですが基本的に苗木のイメージというのはトレンド入りのものが多くてですね、まあ、こちらの方に属しているわけなんですがその中でもエアマックス97とかはですねデザイン的にも20年以上前のモデルなんですがかなり先進的な見た目になっているかなというふうに思っていますまあ機能的にもね結構エアが入ってたりだとか機能的な部分をどんどん前に出していって進化をしているのが苗木の特徴かなと思うのでこちら のゾーンに入ってるんですが、まあ、ニューバランスのスニーカーと比べると対極、まあ、にあるかなと思うのが苗木だと思っていますデザイン的にはベーシッククラシック寄りなんですけども作りが成功で結構高級なモデルもあるというのがニューバランスというところで理解していただければなというふうに思っています そんなデザインはオーソドックスなニューバランスなんですけども、この入り口としてはダサいシューズなんですが、履いてるうちにデザインの細かなポイントだとか、このダサかっこいいというものが理解できるようになると、一気にこの魅力がですね、わかりやすくなってくるかなと思ってるんですね。入り口が狭いんですよ。そこがですね、おしゃれな人に好まれる一つの要因なのかなというふうに思っています。わかりやすいデザイン的な魅力ではなくて、通なですね、マニアックな視点で、じわりじわりと楽しさが分かってくるというと ところでそこがですねおしゃれな人に愛されるゆえんなのかなと僕の中では感じています。 はい、続いて2点目のですね、項目なんですが、ニューバランスの魅力というのは、単品で見るよりも、僕はですね、コーディネートの中に取り入れることで、さらにその魅力というのが伝わりやすいかなというふうに思っています。まあ、ニューバランスのスニーカーをどのように合わせるのかというと、一番オーソドックスなスタイルとして、ブルージーンズをロールアップして、ニューバランスのスニーカーを合わせるというような、アメカジスタイルですね。 これもですね、僕は散々やりまして、かなりハマりがいいなと思ったわけですね。足首の細さに対して、このボリューム感のあるニューバランスのフォルムというのはですね、結構相性がいいんですね。ですので僕はブルージーンズと合わせるようなスタイルもよくやったんですが、それだけではなくて、 割とですね、ニューバランスの魅力というのは様々なスタイルに合いやすいということなんですね。意外とですね、僕はセットアップのスタイルに対してこういったニューバランスを外しで合わせていくというのが好きだったりしてそういう時にはまりが良かったりするんですね。特に僕はですね、ニューバランスのスニーカーというと グレー系を選ぶことが多いんですね。まあ、今回選んでる靴に関しても全部グレーなんですね。こちらはライトグレーで、こちらはまあちょっと中間的なミディアムグレーぐらいかなと思ってまして、こちらはチャコールグレーという形になるんですが、こういったグレー系の配色であれば結構セットアップなんかにも合わせやすいので、僕はですね、カジュアルなデニムからスラックスまで様々なスタイルに合わせやすいというところがニューバランスのもう一つの魅力なのかなというふうに思っています。まあ、これから季節 季節は夏に変わっていきますが意外とショートパンツとニューバランスの組み合わせなんかも良かったりするので結構ですねコーディネートの中に溶け込みやすいというところがすごくポイントとしてはあるのかなと思っています 一方で、ナイキのスニーカーって結構ファンが多いんですけども、単体のインパクトが強いものも多くて、スニーカーをメインに添えながらコーディネートを組むという方も少なくないんですね。一方で、ニューバランスというのは、デザイン的にはベーシック、オーソドックスな部分が強いので、割とですね、コーディネートの中に馴染みやすいんですね。まあ、コーディネートに馴染みながらも、ちょっと見た目的にはクラシックで、ダサかっこいいというところが一つのアクセントになる。ここがですね、ニューバランスの魅力かなと思っています。ですので でナイキをこぞって履く方とニューバランスをこぞって履く方では全然ファッションの傾向が変わるかなというふうに思っています。でニューバランスをこぞって履く方っていうのはやっぱり僕は特徴があると思ってまして。 ちょっとマニアックなものが好きな方が多いかなと思っています。歴史だとか、ものづくりの生産背景だとか、あとはダサかっこいいというものに対する理解が深い方が多いので、割とですね、僕はニューバランスをこぞって履く方は、個人的には嫌いじゃなくてですね、そういう方は結構ジーンズの造形が深かったりだとか、あとはアウターだったら、バブワーのビデールのような、まさしくこれもまたですね、ダサかっこいい象徴みたいなアイテム、こういったものをですね、愛する方が多いかなと思うんですね。そういったものづくりがしっかりとしていて、 歴史があるようなものを好む方がニューバランス愛好家の方には多いのかなと思ってましてそして幅広くさまざまなスタイルに合いやすいというところもまた多くのですねファッション好きに愛される理由なのかなというふうに思っていますはい続いて3点目なんですがこれはですね作りのささだととか履きやすすいう項目なんですね、まあ、機能面でもすごく優れていましてニューバランスのシューズというと履きやすいというイメージを持っている方が少なくないかなと思っています もともとニューバランスというのはインソールだとか強制靴を作るブランドとして始まっているという歴史があるので履き心地というところには徹底したこだわりがあるわけなんですねそもそもスニーカーというのはどれもですねそんなに履きにくいというものはなかったりするんですがその中でもですねやっぱり群を抜いて履きやすいのはニューバランスかなというふうに思っています 僕もですね、今までスタンスミスですとか、オールスターですとか、ナイキのスニーカーも履いてきましたが、その中でもですね、長時間履いていて疲れないというのは、ニューバランスの一つの魅力かなと思っています。 ただですね、履きやすいからニューバランスを選ぶかというと、そんなことはなくて、先ほどもお伝えしたようなデザインの細かな魅力だとか、あとはですね、コーディネートのしやすさ、そういった土台がありつつも、履いてみたら履きやすいというですね、そういった部分は最後のダメ押しにはなるかなとは思ってるんですね。あとは作りの丁寧さというところで、2万円を超えてくるようなニューバランスのスニーカーというのは、 メイドイン USA とかメイドイン UK のものが多かったりするんですがそういったものは一部手作業で作られているのですごくですね作りが成功だったりするんですね、まあ、僕が今持っている992というモデルに関してはこちらのかかとにも書いてありますがメイドイン USA なんですね、まあ、よーく見てみると本当にですね作りは成功になっていまして縫い目を見てもすごく綺麗ですしあとはですね素材の質感もすごく重厚感があって上品なんですよね ですので、よーく見ると魅力は伝わってくるわけなんですが、 一方で、こちらに置いてある2足に関しては、アジア生産のモデルなんですね。両方とも、メイドインベトナムのモデルなんですけども、じゃあこちらを見て、なんか安っぽい感じがするかというと、そんなことは全くないんですね。こちらの 2002R に関しても、一方でこちらの1700に関しても、僕はですね、全く遜色ないぐらい、よくできてるかなと思っています。両方とも価格帯は1万円台後半なので、まあ、しっかりと作られてる感じはするかなと思うんですが、まあこの後 この辺りの作りの丁寧さというのはですね、結構自己満足の世界というところが強いかなと思っています。言われれば確かに良さそうな気はするんだけども、この辺りでも全然遜色がないかなと思ってまして、この辺りはですね、奥深い世界だなと思っています。確かに1万円未満のニューバランスのものとこの辺りを比較すると、やっぱりですね、重厚感だとか丁寧さというところの違いは感じられやすいんですが、 こことここの違いはそこまでですね、僕は明確じゃないかなと思っています。ただ、よーく見たらなんとなく伝わってくるなというところだとか、生産背景とかを文字で見たりするとですね、なんとなく魅力が増幅されていくというところがあって、そこがですね、ニューバランスの魅力の一つかなとは思っています。圧倒的な履きやすさと丁寧なものづくりの背景というところは、ニューバランスの魅力だなとは思ってるんですが、これはあくまで三つ目というところで、あくまでデザインの差だとか、コーディネートのしやすさ、そこの 土台の上に乗っかってくる項目なのかなというふうに思っています はい。ということで、今回の動画では、ニューバランスのスニーカーが愛される3つの理由について解説をさせていただきました。まあ、僕もですね、ニューバランスが好きで、今まで何足も買ってきたわけなんですが、世の中にはですね、ニューバランスが本当に好きな方がたくさんいらっしゃるわけなんですね。まあ、そういう方から見るとですね、僕の知識だとか、愛し方はまだまだ浅いんですけども、それでもニューバランスの魅力というものが分かってくると、やはりですね、ファッションの楽しみ方の奥行きというものが出せるかなと思っています。分かりやすい スタンスミスだとかオールスターみたいなものを楽しむというのもいいんですがそうではなくてちょっと入り口は狭いんだけども履いてるとじわりじわりとその魅力が伝わってくるニューバランスのダサかっこよさここが理解できるようになるとファッションって奥深いなというふうに改めてですね実感できるかなというふうに思っています特に最近のファッションというのはゆったりめのシルエットなんかもそうですけども正統派の細身でシンプルなスタイルよりは少しダサかっこいいという要素に触れている部分もあるので そういった時代背景とはですね、このニューバランスのスニーカーというのはすごく相性がいいかなというふうに思っています。 ですので、まだまだニューバランスのスニーカー食わず嫌いしてる方も少なくないかなと思うんですが、いきなり買う必要はないと思うので、まずは試着カーでもいいので、お店に行ってこういったものを合わせるというところからスタートしてみることをお勧めしたいなというふうに思っています。まあ、今回僕が私物で持ってきたニューバランスのスニーカーに関しては、ちょっとでですね、コアでレアなものが多かったりするので、まずオーソドックスで使いやすいのは996というモデルかなと思うので、こちらから試してみると、ニューバランスの初級編としてはいいかなと思うので、そのあたりも頭の片隅に置いてください。 いいただければなと思っていますこれからもですねこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの教味をなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれではまた次回の動画もお楽しみにおししゃれ初心者者かから中級者へステップアッププアませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山俊のメンンバーシップチャンネル